上がってきた国分、運動量落ちません。中に谷を前に追い越していく、ファーサイドフリーになった、さあどうか、左からシュート決まりました。2点目は八戸、20番の三田、今季8ゴールませんでしたが、今日2点目、八戸2点目を決めて今季8ゴールです。これでチームトップの数字、うまく抜け出しました。鳥取の3バックの脇を抜けていって